と中行ってきます。はい、どうすんの。中皆様おはようございます。本日は朝早くから私ども情報通信研究機構ウルビオ総入にお越しいただきまして誠にありがとうございます。これより私ども電磁波計測研究所所長を務めております井口俊夫よりウルビオって何と題しまして説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもおはようございます。ここにようこそ日本の地獄のふるさとへと書いてありますけれども、それはここの研究所で日本の標準時を作っているからです。よく標準時と言いますと日本の証で作っているんじゃないかと聞かれるんですけれども、証では地獄は何も作っておりません。なぜそのような誤解があるかと言いますと、世界の標準時はイギリスのグリニッジを通る時刻で決められたわけですね。そこよりも日本は9時間先の時刻を採用することになったわけですけれども、9時間の差というのがちょうど経度で135度違うということです。つまり日本だと明石を通るところに太陽が、南に来るときを正午とするというような形で時刻を決めたからですけれども、明石で時刻を決めているわけではありません。特に現代では原子時計という方法で時刻を決めるようになっておりまして、天文観測ではなくなったわけです。なぜ原子時計を採用するようになったかといいますと、もともと時刻1日という単位は地球の自転をもとにして決められていたわけです。その時間を
あるいは時刻を天文時と言いますけれども、地球の動きが一定の速さで回っているのではなく、実際にはフラフラとしていることが分かってきました。そのフラフラさというのは、数千万分の1なんですけれども、それが無視できない大きさになってきたんです。それは科学の発達とともにそのようなことがよく分かってきて、そのようにフラフラした時間あるいは時刻を元にしたのでは科学が成り立たないということが分かったからです。でそこで、原始時、つまり原子から出る電波ですね、周波数を元にして時間を決めて、それを元に時刻を定めようということになったんです。そうして決められた1秒を元にして定められて、1958年の1月1日に天文時と合うような形で作られたのが国際原始時という時間です。でずっとこれで時間というものが決まって時刻も定めたんですけれども、天文時、すなわち地球の動きで定めた時刻とですね、原始時の間にどんどんと差が出てきたわけです。つまり地球の回転ので決めた1秒の方が少し長いということがあったわけです。それが大体数千万分の1長かったわけですね。でそのために、天文時と原始時の間に差が出てきたと。それでは不便だ。我々の生活は天文時に由来しているわけです。太陽の動きをもとにしているわけです。そこでその差をなくすためにですね、ウルー秒というものを挿入しようということになったわけです。でウルー秒を挿入して天文時と原始時の差が 0.9 秒以下にして世界で使っているというのが協定世界時で、これが我々世界共通で使っている時刻なわけです。で今日はその調整のためにウルー秒があと20分ほどで挿入されるわけです。でこのように太陽の動きをもとにした時刻、すなわち地球の自転をもとにした時刻だとですね、地球の動きが一定でないためにどんどん狂ってくる。それを正確にするために、原子から出る電波を使って時刻を定めることになったわけです。そのために使われた元素がですね、セシウムという元素です。でこれは原子、この間の原発の事故であったセシウム137とか134じゃなくて、非常に安定で、放射線の出さない133という元素です。でこれを使った時計で日本の標準時がここの裏の建物で作られています。でこうした時計が18台あって、それの平均を使って時計を時刻を作っているわけですけれども、その時計をまた構成するためのより精度の高い時計も作っております。それがここにあります原子線型のセシウム時計というものでして、1500万年に1秒程度しか狂わないような時計です。でさらにこのセシウムの時計よりももっといい時計を作ってですね、精度のいい時刻を決めるために我々は光を使った時計というものを開発しております。でその一つがイオントラップ時計と呼ばれるものでして、カルシウムのイオンを1個だけ空中に静止させて、そこから出てくる400兆ヘルスぐらいの光を見る、あるいはストロンチウムという原子ですね、これをやはり空中にトラップして、そこから出てくる光をの数を、周波数、振動数を数えてですね、時刻を刻むというような方法があります。でこうした時計ではセシウムを用いた時計よりも2桁、約100倍ぐらいいい精度の秒を作ることができます。でこのように、全ての物理の基準である秒の正確な基準を作って、日本標準時を我々は皆さんに、届けているわけです。このようにすることによって安心安全な社会基盤を構築し、皆さんの生活に役立てようとして我々はこちらの方で研究を続けているわけです。以上、非常に簡単ですけれども説明を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。そうしましたら、もう数分で、ウルビオ挿入が行われますので、どうぞお気をつけて見学スペースの方にお戻りくださいませ。
ごめんなさい。Thank you.
G. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
ありがとうございます。参加してる。
最終回になります。改めまして本日は朝早くから、私ども情報通信研究機構にお越しいただきまして誠にありがとうございます。これよりうるう病って何と題しまして、電磁波計測研究所研究所長を務めております井口俊夫より最終のご説明申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんおはようございます。どうもありがとうございます。今日は皆さんちょうど9時にですねウルービオ挿入の瞬間ご覧になったと思います。ほんの1秒の、瞬く間に終わることですけども、ね、めったに見られないもので、私も初めて見たんですけどなかなか良かったですね。でなぜここでやってるかというと、ここの研究所でですね日本の標準時を作っているからなんです。で日本の標準時というとですね、明石で作ってるんじゃないかと聞かれることはよくあるんですけれども、明石ではですね時刻は何も作っておりません。でなぜ明石で作っているという誤解が生まれたかと言いますと、日本の標準時は世界の標準時であるイギリスのグリニッジ天文台を通る四五線よりも、9時間そこでの時間よりも9時間進んだ時間を採用するということになったからですね。で9時間の時間の差というのはちょうど経度で135度違うわけですから、そこの135度を通るその下にある町である明石での時間が世界の日本の標準時だと思われてしまったわけです。実際にはそうでなくて、今はですね原始時という原始時計で作った時刻が世界の標準になっております。でなぜこのようなことが起こったかといいますと、地球の回転をもとにして時間を作っていたんでは正確な時間が刻めないということが分かったからです。で1日は地球が太陽に向かって一周する時間だったんですけども、その回る速さがですね実は一定ではなくてフラフラしているということが分かりました。1日で数ミリ秒変わります。早くなったり遅くなったりをします。季節によっても変わります。で長い間にはだんだん遅くなったりしているわけです。でそういうものを基準にしたんではですね科学の基礎として時刻は正確に刻めないということが分かったわけです。そこで原子から出てくる電波をですね正確に数えてそれによって時刻を作るということになったわけです。でそういう取り決めがされたのが1967年で、このようにして決められた時間を原始時と言います。で天文時というのは地球の回転で決まる時間なんですけれども、それで決められた時間がこの、線で変わっていくわけですけれども、1958年からですね原始時を元にした時刻が世界の基準になったわけですけれども、それに比べると天文時、地球の回転を戻した時刻がどん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 とずれてきたわけですね。でこのずれが大きくなると生活に支障をきたすだろうということでですね、差を埋めるためにウルー秒というものが挿入されるようになったわけです。そして原始時の時刻の刻み、そのすなわち1秒の刻みをもとにしてですね天文時との時刻の差が 0.9 秒以上になるようにして決められたのが協定世界時というものでして、この赤のガタガタですね、こういう時刻です。でこれが我々が世界で共通に使っている時間なわけです。で今年はちょうどここで地球の動きがですね必ず一定じゃなくてフラフラしてるから、今年は3年半ぶりに、ウルービオの挿入があったわけです。でこれがちょうど今皆さん先ほどご覧になった時刻と同じものですけれども、原始時と世界時の時間が34秒差があったのがつい先ほどから35秒の差になったわけですね。で先ほどの2つのグラフの差がこのように開いていったということが分かるわけです。でこの理由は先ほども言いましたとおり、地球の回転がですね一定ではなくフラフラしているからです。でこのような地球の回転をもとにした時刻では正確な時は刻めないということでですね、原始時計というものが作られ出したわけですけれども、その基準として採用されたのがセシウムという原子です。放射線を出さないセシウム133という原子です。でこの原子から出る電波の振動数をもとにしてですね約91億回1秒に振動するんですけども、それによって1秒というものを作っております。このセシウムを使った時計が18台この後ろの建物にありまして、その平均から日本の標準時を作っております。さらにこれらの時計を構成する合わせるためにより精度の高い原子線型のセシウム時計というものも開発しております。この時計はわずか1500万年に1秒程度しか狂わないような時計です。今これが世界の標準なわけですけれども、さらにですね将来を見越して我々は新しい時計の開発をしております。それがですね光を使った時計でして、その一つは
カルシウムイオンというのを1個だけですね、空中に浮かせて、そこから出る光ですね、411兆ヘルツの光を数えて時刻を作る、あるいはストロンチウムという原子をですね、やはり空中に浮かせて、そこから出る光を数えて1秒を作るというようなことで、1秒というものを作ろうとしています。そのようにして1秒の精度はさらに将来上がる可能性があるわけです。どれぐらいいいかと言いますと、セシウムを用いる時計が15桁程度なんですけれども、こちらですとそれより約100倍いい精度が得られます。こちらに行きますと数千万年に1秒しか狂わないような時計です。でこのようにですね、時計の開発を通じてですね、我々は日本標準時の精度を上げ、皆様のですね、生活に役立つように努力しております。すなわち、安心安全な社会基盤を作るよう研究を重ねているわけです。今日は本当にお忙しいところ、瞬間、ウルー病挿入の瞬間、見学に来ていただきまして、どうもありがとうございました。またこの拙い説明を聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。それでは皆様、ご清聴大変ありがとうございました。どうぞ、お気をつけてお帰りくださいませ。また、お時間のあるお客様、私ども の本館を渡りまして、左手にございます展示室も開館してございます。日本標準時とはまた違いました研究の実機や体験等ございますので、お時間許すお客様はどうぞお立ち寄りくださいませ。改めまして、本日は、私ども情報通信研究機構ウルー病挿入にお越しいただきまして誠にありがとうございました。